去年の秋ぐらいから使い始めて、その時のメイン機材であった 5D Mark IV のサブ機として、YOS-R を導入して撮った描写を見ると、あれちょっとこれいいなっていうのがあったので、 YOS-R をもう1台導入して、で2台体制で今やってます。軽量コンパクト、でも持った感じはそんなにキャッチャーじゃない、結構しっかりしてる。これ小さいので、余計にですねレンズ1本持っていけるかなっていうこともですね可能になりました。真上撮ってくる、でまだ光が届けば下がキラッと光ると予測をして狙います。はい、ずっと飛行機を追っていくっていうのが大切なんだよね。でもわからないからね、あそこに光があるかどうかっていうのはさ、これは経験かな。ミラーレスで飛行機はまあ無理だという気持ちだったんですけども、当初思ってたそのミラーレスっていうイメージからですねゴロッと変わってしまったのが、まあ、このカスタマイズ、一つ一つのボタンに対して自分が求める操作をあてがうことができる。飛行機動きが速いのでファインダーで追っていくと、シャッターを切った後にブラックアウトがあったりして逃げてしまうんですよね。でもカスタマイズで像が消えないような設定にして、追うことでですね失わずに追うことができた。そしてあとは僕の飛行機の写真は、まあ、ワンポイントで入ることがある、でさらに画面の隅の方にあることもある、フォーカスエリア その広さ、それによってですね結構助けられることが出るようになりました。飛行機をどこの画面で押さえたいのかっていうところにフォーカスエリアを置いといて、でなおかつそのサーボ AF で小さい飛行機に対しても食いついてくれる、で一度食いつくとそのままずっと離さずにですねロックオンしてくれる、これは結構ポイント高くて、サーボ AF ね、 AI サーボって使ってなかったんだけど、ちょっともう YOS-R にですねまあ委ねることが多くなりましたね。よかったね、よかったよ。何があって、答えはこちらですそれからやはり夜の飛行機は動いてるので止めなきゃいけない、でそんな中イーソー感度なんですけども、これが飛行機来ないとわからない決められないんで、もうだってそことそこは全然明るさが違うから、高イーソー、これが意外とね使えるんですよね。まあ、僕の場合はまあ ISO 2万を限界として使ってますけども、まあ明るいレンズを使うことによってですね離陸していく飛行機も止めることができます。実際映る絵が見えるんですよね。一眼レフの場合には月の露出がとても難しくて、 EVF だとそのままですね露出をアンダーにすることによってだんだんこうクレーターがね絞ることによって見えてくるっていう、で自分の撮りたいその月の表情をですね見ながら操作できるっていうのは大きいかな。かつてはですね寄りたい時には 7D Mark II を使ってて、でフルサイズで 5D Mark IV を使う、でさらに夜は高ISOが強い 1DX Mark II のこの3つがどうしても必要だったんです。でもですねクロップをすることによって 1.6 倍になる、そしてフルサイズで3000万画素がある、夜も ISO 2万までいける、これを考えると今までの3台がこれ1台で済んでしまうんだよね、これはねすごい僕にとってアドバンテージですね。今年になってからですね実は一眼レフを1回も使っていない、もう EOS-R は今は手放せない、そんな状況ですね。まあこれ僕の勝手な思いなんですけども、なんかねこの EOS-R を持つと今まで出会ってないシーンによく出会う、まあ根拠は何もないんだけどね、でもそれに対してこの空がこういろいろ変化してきて違う新たな絵がね見えてくるような
見せてくれるような。飛行機の写真は晴れだけじゃないし、曇ってたり雨降ってても何かあるかわからないから面白いですよ。劇的な瞬間に出会う、そしてそこに絡めるっていうね、難しさがあるんだけど、でも撮れるかもしれないからこう来るわけでね。まあそこで R が答えてくれると。いや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 、すごく感じたよ。もう一回いろいろ撮ってみたいな、そんな気持ちになるのがこのカメラなんだよね。なんか不思議な魅力がある。アダプターを使ってですね、この100、400で撮る作品が僕の中でもう半分以上占めてます。そんな中で結構ですね、周りのファンの人から描写はどうなんですかとよく聞かれるんですけども、これ全然問題ないです。流し撮りは慣れだね、秒間そんなにこれはあるわけではないんだけども、まあいっぱい秒間10コマも14コマもあればいっぱい撮れちゃって、後で整理するの大変なね、一発必中で撮る、ね、そこがまた楽しいところで、僕は全然この今のこの R でも満足してますね。ミラーレス全般で飛行機はダメだってなんか世間一般にこう言われてるんだけど、いやいやそんなことはない、この EOS R で十分飛行機も撮れるんだというのは僕がですね証明したい、そう思ってます。